15日生まれだよね、うん、今日は9月15日だから萌えさんの誕生日からちょうど6ヶ月、うん、つまり今は 25.5 歳ってことになるね。まあまあ間違ってはないと思うけどさ、まあ、年齢に 0.5 っていう概念あんの、うん、なんかもう靴のサイズみたいになってきてるじゃん。細かくいこう。でもその考え方だとさ、ニコは今、うん、まあ、23.9 くらいになるのかね。なんかそう言われるとちょっとやっぱやだな。わかりにくい。やめよう、やめよう、やめよう。ミーティング始めます。はい、ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。はいはい。ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、火曜日はこちらのコーナー、基本弾まない恋リズム。はい、リスナーさんからこれって脈ありと感じた恋愛の体験談を募集。私たち2人が紹介していき、脈ありだと思ったら弾む、脈なしだと思ったら弾まないのって判定していきます。いやこれ最近無理やりが多いですから、こう無理やり基本弾まないに持っていこうとしてる傾向がちょっと無理やり感出てきてますよ。そんなことはない、そんなことないですか、うん、じゃあ紹介しますね、はい、ビクミンネームタコチさんからいただきました。ありがとう。ミックもいし、こんばんは。こんばんは。去年くらいの話なのですが、うん、バイト先の先輩がいて、その人と仲のいい人から 2,3 回くらい〇〇に告白されたら付き合うと聞かれました、うん、私は毎回もう兄ちゃんみたいな感じだから分かんないと答えていました、うん、でもよく考えたら俺〇〇ちゃんには甘いんだよねと言って飲みに行った時などよく私の分まで出してくれたので、もし質問に対して付き合うと答えていたら弾んでいたのでしょうか。女の子からのメールですね。女の子からってこと。そうですね。〇〇に告白されたら付き合うって友達経由で聞かれる、なんか青春ですね。これなんかいいな、むずがゆい。バイトしろ。ええバイト、え待って待って待って、えなんだって、えそういう話でしたっけ。ちゃんとバイトしろ。バイトしてると思うけど。浮かれてないでバイトしろ。バイトもうちゃんとしてると思うけど。うん、確かにこの子自体はあんまりやっぱ興味はなさそう、うん、本当にお兄ちゃんみたいな存在なんだろうな。じゃあ弾まないじゃん。やばいやばい。じゃあ絶対弾まないじゃん。そういうことじゃない、ね、弾んでたかどうかっていう、もしもの話。タコチちゃんにその気がないんだもん。まあそうだね、うん、タコチちゃんにその気があったらもう弾んでたもん、そもそもね、うん、ってことは、ラジオネームタコチさん、この声は弾まない。はい、よかったよかった。そうだよ、そんなね、うん、お兄ちゃんみたいなその関係でいいんですよね。そうだよ、うん、そう。じゃあ続いてピクミネームすみのりさん。すみのりさん、はじめまして。フォローさせてもらいました。ラジオでめっちゃ読まれてますよね、わらわら、という DM が女子大生らしきアカウントから読まれました。ラジオでの僕を知っていて接触してきたということは、これって脈ありだと思いませんか。あー、女子大生か、それテンション上がるな。でもそれが本当に女子大生かどうかはわからないよ。それはネットの怖さというか SNS の怖さではありますけれども、まあ確かに同じ趣味があるってことですかね、きっかけとしては。いい、でもわら2個ついてるから、わらわらになっちゃってるから。笑われちゃってるから、笑われちゃってるから。わら1つじゃないよ、わらわらだよ。どうでもいいわ。どうでもいいわ。ええやろ別に。めちゃめちゃ笑われとるやん。でもどうなんだよね、こっから先は分からないけどね。ないです、すみのりさんに関してはないです。かわいそう、厳しい、すみのりさんに。っていうことは、はい、ラジオネームすみのりさん、この声は弾まない。かわいそうだなな。じゃあ続きまして、ラジオネームイージスさんからいただきました。ミクさん、萌えさん、こんばんは。こんばんは。僕は今好きな人がいます。あら。その人とは小中一緒で結構仲も良かったです、うんうんうん、中学の卒業式の日にもう会えないのかなと僕は思っていたのですが、うん、その後いきなり高校近いから朝一緒に行かないと LINE できました、うん、それから学校ある日は途中まで毎日一緒に行っています。これって弾みますか。もし弾むなら告白してみようと思います。これだいぶ青春ですよ。だって自分だって高校違うんですよ。わざわざさ、異性のね、しかもその女の子の好きな子。萌えさん、
弾ま、どうする？弾むならでも告白してみようとまで言ってるぐらいだから、手応えはいい実さん自体にあるんだろうね。喋んないな。苦しそうな顔してますね。え？だったら同じ高校行けばよかったじゃん。なんて、行きたい高校はそれぞれですよ。え？高校近いから朝一緒に行かない？うん。近いからだよ。朝一緒に行くの？朝、だって好きじゃない。一郎が言ってた朝を思い浮かべる人は本当に好きな人だって。言ってた。言ってた、一郎が言ってた。夜を思い浮かべるよりも朝を思い浮かんだ方が本当の愛だって一郎が言ってた。話題になってたやつ。でもまだ、ちょ、待とう。待とう待とうどうすんの？保留、え、保留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 。確かに、まあ私たちがね、弾むって言っちゃったら、この子の、ちゃんとした後押ししちゃうことになっちゃうから。それで振られても責任取れないから。うん。逆に告白してもらいます？成功したら、土下座。成功したら、トヨタさん土下座ですよ。もう、もう、こんなことで。大和田です。大和田です。倍返しだと。これは。いいでしょう。土下座しましょう。じゃあ、これはいいですか？ラジオネーム、イージスさん。この恋は、弾む！弾んじゃったよ。頑張ってください。弾んじゃったよ。応援してますんで。経過はね、待ってます。ということで、このコーナーでは私たちに判定してほしい恋愛の体験談をお待ちしています。以上、基本弾まない恋リズムでした。ではここで1曲おかけしましょう。ピクシスで弾む恋リズム。ピクシスの夜空の下でミーティング。ミーティングそろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net pixis の綴りは pixis です。はい、ということで第306回の放送いかがでしたでしょうか。萌さん、どうしたの？はい、そんな目泳いじゃってさ。いや、ちょっと土下座が待ってるちょっと急に怖くなった。どうにかして弾まないでくれって思っちゃう。弾んでくれよ、お願いだよ。それはもう私たちは応援する方だからね。そうだった、そうだよ、幸せになるように。キューピッドの方だったの。いつしかこんなに私はなんか人の幸せを喜べなくなってしまったんだろう。よくないですよ。良くない、うん、改めてください。悔い改めます。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでの相手はピクシスのトヨタマエとピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。